こんにちは、あるいはこんばんは、生体院ワンドです。はい、ということでね、これ真面目なの？うちが真面目だよっていうことですかね。ワンドがいかにやってる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 真面目やってるやってるやってる、はい、ということをやってるやってる。スケベな顔しやがって。いや、それ系の質問ってことですね。はい、じゃあ質問読んでください。はい、読みます。イワンドに通い始めてから少しずつですが自分に自信が持てるようになってきました。ありがとうございます。30代女子。質問ではないですけど。あ、なるほどね。うちちゃんとやってますよってことですね。そうそうそう。一人の女性を自信が持てるようになったと。なるほどね。はいはい。いいですね。まあ、痩せる速度のすごい速い人もいれば遅い人もいるからね。そう。うん、あと、まあ、やっぱりなかなか、こう、努力しきれない人とか。こう、あの、基本的には食事制限とか、運動しなさいみたいな言わないんだけど、あ、これはダメだなっていう場合は言う場合あるんでね。そう、こういうの追加してくださいみたいな。で、要するに、怠惰を極めれば太るわけじゃん。だから、まあ別にさ、こう、太っててもいいですよっていう人は別にいいんですよ。変な話。その、どうでもいい。うん。何ストレス発散的な意味で使ってくれるんだったら、まあそれはそれでも別にいいんだけど、痩せようと思ってきてる場合は、まあ最低限ちょっと、の努力を追加してもらう可能性もあって、それに従ってもらうと、まあやっぱこのように変わっていくと。例えば単純にこう 1,2 ヶ月後、初めて来てから 1,2 ヶ月後定期的に来て1ヶ月1回ぐらいになりましたっていうタイミングでだいたい 1,2 キロ落ちるんだよね。だいたい落ちるんですよ。でそれってあの整体で痩せた場合ってむくみが出なくなるから、2キロ痩せると4キロが痩せて見えちゃうんだよね。まあそういった感じでね、まあちょっとずつ自信つけていただければなと。ちょっと真面目な動画もね、うちやってるぜっていう、アピールもね。いやだってアピールじゃない。アピールじゃない。いや真剣にチャンバラだって真面目にやってよ俺。そう。全力ですよ。あれは全力で超疲れた。こんなに頑張ったことねえなっていう。釣りの次ぐらいに全力で。結構全力です。回り切りましたよ。そうでしょ。まあまああとはまあそうですね。こうまあ、定期的に来続けていけばお金も定期的に払い続けなきゃいけないじゃない、もちろん。で、じゃあ FO とか1万2000円とか、まあ、3000、4000まで行くでしょ、マックスで行くと4000まで行きます。そうなんで、こうね、集中してやるんですよ。まあ、この動画ちょっといつ出るか分かんないんだけど、例えば2月がダイエットでもう肝なんですよ、寒さの極みで。2月の終わり3月の頭ぐらいから6月ぐらいまでこうかけちゃう。あとはもう来ない。ずれなきゃ来なくたっていいんで別に。で、深くちゃんと座ってれば。で、それで、夏はもう、する。もしくはもうね、骨盤でずれてないから骨盤矯正だけ。そう。で、9月ぐらいになったら、10月、11月分ぐらいのところで、ちゃんとこう、まあ、10月ぐらいから揃えて、寒い時にちょっと栄養とか、栄養やってもいいけど、その、代謝を保つ、上げるっていうのをメインに考えてやっといてくれると、要はね、こう1年で20キロ落としたいとかそういうこと考えてる人って太る人なんだよね。短絡的に痩せたいですって言ってるのと一緒なんで、1年で5、6キロ落ちたい、まあ10キロ以内、計画的にやれば、まあ、10キロ20キロ落ちちゃう人もいるんだけど、それなんか運動とかそれこそね、言ったこと全部守れると落ちちゃう人もいるので、あとまあ太ってれば太ってるほど落ちるわけよ。だからそういうのもあるんだけど、長期的な目で見ましょうと。でこの動画多分5月かぐらい出ると思うけど、もう夏なんだよね、5月って。夏ですね。そう。で、こっから焦る人はもうほぼ手遅れなんだよ。速攻性があって、速攻で縮められてできるけど、痩せてる体型ですかって言ったら絶対難しいじゃん。そこまで。だったら、もう この時期、この動画見て、ダイエット真剣始めたいと思ったら、来年の夏までに痩せましょうねって僕らは提案します。そうなんですよね。で、あとね、やっぱ、小顔矯正とかもやって、まあ、GO とか、顔縮んだとか、いろいろあると思うんだけど、こうやってみたけど、もっとここ変わるかって部分あると思うんですよ。特にね、僕最近ね、ちょっと変態的なね、ちょっと視野で。と、このほら二人をさ、ゴージャスとイタコやったじゃん。はいはい、あの時に、その松本さんのメイク見て、あ、もっとこういう風に、松本さんしてほしいんだなっていうか、あ、こういう風になると、こういう風に見えるんだっていうのを、メイク見て俺、
なるほどねって思ったわけよ。で最近さらに変態的に鼻の作り方を研究してんの。そうなんですよ。そうなの。だからまあ授業とかやっても鼻ってさ、まあある程度ももちろんみんな変えられるじゃん。でもうちょっと変態的にやりたいなっていう場合は僕のいるタイミングちょっと言ってくださいって感じ。そうですね。その人その人に合わせてカスタムした動きしかできないから全体に教えることができないわけよ。そうなのよ。なんでちょっとね、ここちょ最近すごいめっちゃ楽しいんですよ。めっちゃ鼻作りにハマってるんですよ最近。なんでね、そういうのも相談してもらえればより自信が出ると。少しね、自信を持ってくれると女の子って輝き出すよ。まあ男の子はどうでもいいんだけど、まあ、走ってるお前らは痩せたいな走ってろって話なんで、男はどうでもいいですよ。じゃあ女子大向けなんでね。だからまあ女子大の皆さんね、こだわりやコンプレックスね、もっとこうなりますかあんなりますか、細かいところね、月1ぐらいになって、まあ、いろいろちょっとやってみた挙句に質問してもらえるととか言ってもらえるとスタッフは必死で対応してくれます、ね、ということでした。整体院っぽいっすね。整体院ですよ。あれ、しかも美容整体院。あら、あ見たか、やってんだぞ仕事この野郎。ということです。そうです。よろしいですか。はい。それではですね、ご視聴ありがとうございました。